今からが本番、この背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくるので、はい、足からしっかり緩めていきますから、はい、今からが本番、頑張ってください。痛いよ、はい、こんな感じ。反応鈍い、ね、ここはね、足の疲れがこう上がってきて腰に来て腰痛になったりとかすることが多いので、はい、痛いよって言ったでしょ。はい。痛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 い。足をこうします。これがね、腰痛によく効くところです。よいしょ。では布団の上にここ、はい、ここ驚きがまだ5分しか経ってないっていうね。腰痛によく効くんですね。ね、ずっと痛いでしょ。だから痛いところっていうのは汚れてるんですね。なんかゴリって言った。そう、ゴリって言ったね。今のが筋肉の筋なんですね。
はい、足曲げますね、はい、しますよ、ここ、ああ、で、お尻の筋肉って、はい、頭からこう神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうこと結構多いんですね、はい、なので、しっかり緩めていきます、私がわざわざ説明したってことは痛いよってことですから、はい